左翼に学ぶ運動の仕方と公明党に学ぶ就評システムって、まあそんな感じのね、えー、ノート書いたんで、これをもとにちょっと動画撮っていこうと思いますと、えー、まずね、左翼のね、あの運動のうまさ、リベラルの、あれ学んだ方がいいなと思ってじーっと見てて、うん、これ何なんだろうどっから来てんだろうと思ってね、わかった。うん。要するにね、しょぼい人の居場所を作ってあげることなんだなって。えー、だからね、左翼活動とかに興味持って、環境運動とか人権運動とか、 ああいうの興味持つ人ってね、またあの女性の人権とか、はっきり言うけど、美人いないでしょうん。いないと思う。で、男もね、ちょっと、うーんって感じで、で、まあ、B 戦の男がね、狙いに行くみたいな。まあ、そういう構想があるから、まあ、勝なんとかさんもその傾向あったしねっていう。 で、そうやってね、綺麗事さえ言っていればね、そこに入れる、入れるシステムを作っておいて、で、まあまあ、どん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 取り込んでいくみたいな。で、ターゲット層っていうのは基本的には衣食住に困窮してない、アイデンティティの充足してない人だから、例えば俺みたいにね、ゲームとか、こう、YouTube 活動とか、またコミュニティ作って楽しんでるような人は、まあ、基本的にはターゲットにされてないという。で、ターゲットにされてるのは、なんていうかね、うーん、 え何をやってもうだつが上がらないで自分らしさって何なんだろうとかねまあそんな風な人たちかなっていう,うんまあしょぼいでしょ。でそこに入ってね傷のなみ合いするのが本質ででまあノートなんか見てても思うしツイッターはあれ強者が叫んでる感じなのかな、う。ん で、ノートなんか見ててもなんかわけのわかんない自己紹介にやったらいいね、好きがついてて。えー、まあ気持ち悪いなっていう。うん、オープンチャットとかでもね、やっぱりちょっと人数が多いとこ行ったらね、そういう気持ち悪い感じの傷の舐め合いが始まるから。まあで、あの人たちの本質っていうとね、誰にでも言える程度のへりくつとかきれいこと、綺麗事を喋る程度の知能しかなくて、まあそれをね、念仏やお香のように唱えることで、一応、王道体の一員になれるシステム。これこそが左翼活動ですっていうね。 うん、こんなこと書いていいのかなとか思いつつね。だんだん俺のノートひどい方向にブレイクスルーしてるんだけど、まあこの後ね、もっとひどい展開が待ってるんで、待っといてくださいと。うん。 これは所詮ね、1日1ノートって感じで適当に思いついて書いたやつで、ま、あこの程度じゃないのがまだあるんでと。で、今度はね、この公明党とかね、共産党の選挙活動のまさ、ま、あこれよく言ってる1%ってやつね。投票率が50%切る選挙区で、で、まあ、あの、得票率が2%ぐらいの差で勝つか負けるかって時に、この1%が2倍になるでしょう。だったらね、この固定票がね、あの、情勢を覆すから、まあ、うん、力を持ってくるんだよっていう。で、ま、あそんな感じで、 でねえっ、ー、とでコミュニティとこの評伝システムを使うことによってまあ消防人を取り込んで消防人を使ったその力評伝宗教システムで 何かしらを成していくとね、まあ、経路依存性で逃れられなくなるしでそこで叫んでる切れ事とかへりくっていうのが自己実現的予言ということでね本気で信じるようになってくるとでこれらでがんじがらめになって取り込まれた消防人たちの集まりを表現として使っていくことによって実際の力になっていくる、うんまあ、選挙区を左右することで発言権を得ていくとこの公明党とか共産党とかまた左右リ,リベラルのこの活動の人たちが。 まあこれがね、グレタさん的というか。まあだからね、しょぼい人たちを狙い撃てっていうのがね。だからあの、木下を撃てと、いう。それはあの、倉山なんとかさんやっていう。 で、まあ、保守でこれを利用していくと、まず保守のネズミ、こうマルチ商法、えー、左翼活動家、アムウェイ、まあ何でもいいんだけど、最後のアムウェイって言っていいのかなっていう。で、MMT では、まあ MMT を語りたがる人っていうのは、やっぱりね、うん、言っちゃ悪いんだけど、それをもって積極的に、えー、語りたがる人って、ちょっと、うん、勝ちきれない人が多いイメージがあるんだよねっていう。 うんまあ安藤洋とか三橋貴明とか藤井聡ぐらいになってくるとか関係ないんだけどそうじゃない人ってわざわざね他人のために立ち上がるのかなとか俺思うんだよねって。 ね、まあ、でも、立ち上がれない人になってくると、もっとしょぼくなってくるから <laughs>、いいのかね、この、ね、MMT イコールこんなことで、政治に関心ある人っても、やっぱりね、ちょっと、うん、リアルが充足してる人だとなかなか関心持たないわけで、またリオ、リアルがね、あまりにも充足してなさすぎる人っていう。まあ、だからね、ポイントになってくるのは、えー、はっきり言うと、しょぼい人の居場所を作ると、集票システムっていうのをこう取り出していって、で、それを自分らに当てはめていくと。 で俺がまずやったのが、しょぼい発言者たちの居場所を作って入ってきたら、えー、うん。 入ってきたら作ってあげるじゃなくて、うん、ああ、いいのか。で、感じでね、えー、入りやすくする。で、継続しやすくする。で、継続しやすくするって言ったら、まあ、そうそう、作ってあげるってそういうことだ。その人たちの居場所を作ってあげるってことで、例えば、うちのコミュニティに入ったら、登録者が若干増えやすくなるような方向性とか、やり方とか、だったら紹介することによってね、増えやすくなるような感じになっていくみたいな。 で、例えば1人でずっとやってると登録者がね、5人とか10人とかなかなかいかないんだよね。なんかよほどうまい動画作らない限り。で、そうじゃなくてね、しょぼい動画でも伸びるよっていう感じで、またね、えー、方向性が一緒だから協力していこうって感じで、まあ登録だけお願いしますって感じでやっていくと居場所がで,できてくるのよ。で、これがね、登録者が100人ぐらい超えてくるとね、もう面白くなってやめられなくなる。で、これがね、ちょっとね、続かなくなるとしたらね、まあ300人から500人ぐらい で停滞しだしだたたあたり、うん、でそこでねコミュニティ作っておくことによって上と下との連携とかまたは横の連携ができてねやめづらくなるというか、まあ、またねもめづらくなる。うん だから、組織をいることのメリットを利用して、経路依存性にはめ込むっていうのがまずこれで。またね、あの、伸び悩んできたあたりでね、どうやったら突破口ができるかっていうのはね、まあ、例えば俺が今700人ぐらい。100人の人たちがね、苦しんでるのを見てたら大体わかるから、アドバイスもできるんだよねっていう。で、そうやってね、もう、あの、対象の共同体の雛形を提供していって、まあ、こうやってやったらいいんじゃないですか、みたいな。で、これがね、1万人とか5万人とかね、10万人とか抱えてる人たちが気づけば、 うーん俺はこの1%計画っていうのはできるような気がするんだよね、っていう。だから、まあ、こんな感じでね、できねえかな、とか思って、このあと2年後ぐらいまでに次の総選挙。 その時にね、まあ0.5%まで行くと、ひょっとしたらひょっとするんじゃないかなとか思いつつもね、俺らがやってることに気づかずに、自分たちが好き勝手やってる連中っていうのがほとんどだから、この MMT 関係の連中は。まあだからね、核武装をなぜ入れたかっつったらね、はっきり言うんだけど、うん、その人たちを排除するためなんだよね、俺は。俺は俺でこっちのコミュニティ作ってるから、あなたはあなたであの孤立してやってなさいよっていう。うん。俺はあなたとは関わりたくないみたいな。だってね、 でででで稼稼いい人で頑張って数字稼いでまあそんな感じでうんなんかね明らかにね、うん、なんか違うんだよねうん協力して何かしてでみんなに成し遂げようっていう態度じゃないんだよあれはうんまあだから俺はこういうふうな雛形を、えー、提供するんで真似してくれるんだったらどんどん真似してほしいなって思う。 ということで今回ね、うんえー、この左翼に学ぶ運動の仕方と公明党に学ぶ必要表システムっていうのをちょっと、えー、メカニズム的に紹介してみましたということで失礼します。